国際空港センターにお越しいただきまして誠にありがとうございます。今日は、武将隊そして忍者隊がこの場所に集まってくるということなんですけども、武将隊忍者隊知ってるよって人手挙げて。あ、まあそれはここら辺の人たちは知ってるよね。じゃないと席座らないもんね。じゃあ後ろの方々、名古屋そして、愛知県でね頑張っている忍者隊武将隊知ってるよ聞いたことあるよっていう人手挙げてください。あ、ないんだ。 ありますお母さんありがとうございます。じゃあね、今日は一日かけてですね、名古屋おもてなし武将隊と服部半蔵忍者隊の皆様方がここで一日演舞パフォーマンス、そしていろんな楽しみな授業とかをね盛りだくさんで、僕が一番楽しみにしてるのはですね、家康様の授業、あの脱線する先生、そういうの見てみたいなと思ってるんですけど、あのそういったところをね皆さん楽しみにしていただければ嬉しいかなと思いますので、ぜひ今日一日このセントレア楽しんでいってください。よろしくお願いします。あ、ご紹介をくれました佐野俊介でございます。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。いや、僕多分皆様方よりも名古屋おもてなし武将隊のこと、そして服部半蔵忍者隊のこと大好きでございますんで、僕に負けないぐらい愛を届けてあげてください。よろしいでしょうか。その準備はできていますか。あ、これは無理だ、呼ばないもん、絶対呼ばない。俺今日4時までずっとここで喋ってる。皆さんのなぜここで皆さんがいるかっていうと、グーグーじゃない、怒られちゃうから家康様に早く出せって。え、一応出さない家康様だって皆さんの元気はないんですもん。いいですか皆さん、今日楽しみの準備できてますか。ありがとうございます。それではじゃあご紹介いただきましょう。まずは名古屋おもてなし武将隊の皆さんです。どうぞ。私が将軍徳川家康。わしが日頃大衆加藤清正。新潟大東馬行ってろ。我ら名古屋おもてなし武将隊。はぁ、ありがとうございます。さあ続いて徳川家康と服部半蔵忍者隊の皆さんです。どうぞ。わしが鬼の半蔵こと服部半蔵松成じゃ。そしてわしが将軍徳川家康。あれは徳川家康と服部半蔵忍者隊ここに推薦。さあ続いてテントレの謎の旅人ルーの登場です。さあ皆さん拍手でお迎えください。本日はですね、忍者の格好をして来ております。ありがとうございます。さあ改めまして皆さん勢ぞろいでございます。大きな拍手でお迎えください。ありがとうございます。さあ本日より侍忍者陣祭り春の陣ということでですね、皆さんと一緒にこう今日一日盛り上がっていきたいなと思いますが、信長様、今日朝からたくさんの方がですねこのセントレアを利用してくださってるんですけども、名古屋おもてなし武将隊のことを知ってる方々はこの前の方にいらっしゃる方で、後ろの方でのんびりされてる方は全く知らないということなんですよ。やめてください、やめてください、本当にやめてください。あれからお主も、はい、古でないこのくだり。そっか、思い出しちゃったなと思って。おやめください。危ないよ、笑顔。恐ろしいですよ。笑顔。恐ろしいですよ。笑顔が。さりながらこれを機に、はい、我らのことを知ったということで、はい、10時から楽しんでもらいたいもんじゃな。そうですね。うん。家康様、お、今日は、歴史授業があるということをですね、私は耳にしまして。その通りじゃ。はい。すごく楽しみだったんですよ。お、だった。はい。なぜ？昨日からずっと楽しみだったんですよ。あ、なるほど。で、今日僕歴史を聞こうと思うんですけど、聞けばよかろう。とりあえず今日話すことをとりあえず1から10まで今教えてもらってもいいですか。する意味なくなるじゃろ。歴史授業の意味なくなるじゃろ。今から30分使ってこの説明いたしたらの風よの。これはな、この者も謎の旅人と申すが、謎はまだ謎のままで良いのじゃ。後に明かすで。歴史授業はな、午後にいたすでな、ぜひとも皆の者参加をいたせ。
やっぱりこうやって締める感心しますありがとうございますいや感心したんだよお主は信仰いたせこっち見てるの気持ちいいですねやっぱり皆さんねそして今回ですね名古屋おもてなし武将隊蘇った清正様とそしてリンタロウ様が今回セントレアを初陣改めて初陣ということなんですけどもいやー最大でございまするいかがな気分でございましょうかいやーこのような入り意識まで呼んでもらい誠心の現れるような気分になりますねそれはもう誰でもと思ってもいいわよ主婦さん大義でよあ何がでしょうと言えるわいやいやいや僕今日お初でご挨拶させていただきましてあの同じようなこと言ってましたね裏でもあまりそのようなネタバレというのはしないでいただきたいと思いますっていうのをですね信長様が言ってらっしゃったんで言おうかなと思いましたいいかあいつは敵だぞ今そのように重々思いついたところでございますね安蔵分からぬようにやれはっ一日終わられて一日が今日終わっちゃうからもうちょっと待って4時まで待って。いやお主は早く信仰をいたせ楽しいなと思って飛ぶ拙者がこの空を飛ぶ姿を早く見とるじゃないですか何が好きって言ったの鳥が好きでございます飛びが好きなんですそこも聞こえんかったのかお主それはそれで問題じゃんぞバイク入っております危ないです飛ばないです入っとる上でだわすみません入っとる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 入っと
盛り上げるために我ら日々例えばのこの春の陣だけではなく毎月22日も武将様そして我ら忍者も出陣しておるゆえにのこたびはこの春の陣を存分に楽しんでいくと、よろしゅう以上ありがとうございます。特に忍者隊のな、はい、演舞等々では子供たちも参加できるの。おうそうじゃな、睡蓮よ。さようでござりまする。一度目の忍者隊の演舞の後にバッパたちも一緒に参加できる忍者体操のご時間ござりまするゆえぜひ一緒に修行しましょうのお願いいたします。子供たち参加するんじゃぞ。ぜひよろしくお願いします。さあそして今回ですね、後ろのこのステージの後ろ側にですねたくさんの催しやってるんですけども忍者体験というのがあるんですね。さあ忍者体験、はい、あ忍者体験ござる、忍者体験ござるあるぞ。聞いてました人の話今聞いちゃった。で聞いちゃった。やめてもらってよろしいですか。それはその殿の対応は正しいぞ。説明をいたせ。忍者体験がござり、お客人から見て後ろ側、あちらの方に様々な体験がある。手裏剣体験、浮き矢体験、忍者衣装を着られる、そして隠れ身の術などな、様々できるの。なかなかこの忍者体験はできることではないで、ぜひ堪能していくとええ。なるほど、ありがとうございます。そしてもうこれ輝かしくそびえ立っています、ふわふわ名古屋城。凛太郎さん、ふわふわ名古屋城ありますね。は、先ほど中に入って楽しんだでございます。飛べました、飛べました。あ、飛びました。なかなか飛行機ほどは飛べるが、なかなか良い浮遊感。何を言ってるんですか。何て来い、着陸いたせ、着陸いたせ。まずは会話。いや、今のはあいつが悪いです。罠でこそ、あれなんだ、あれなんだと思う。急に名古屋に変わってしまったと思う。あいつ悪い。楽しみましょうよ。お主だけは人のせいにするの。すいません、申し訳ございません。すいません、僕の責任でございます。すいませんでした。さあそして、今回ですね特別記念スタンプっていうのがありまして、令和元年と記載されたスタンプがこの
建物というかステージの右側、皆様から見る右側にですねありますので、ぜひそちらも記念スタンプとして押していただきたいなと思っておりますので、ご活用ください。さあ、そして 15時15分からの合同演舞、これが今回ですね武将隊の皆さんが演舞された時に一緒に忍者隊の方々もコラボ演舞をすると。どのようになるかはこれは内密にしておるでな。あ、本当ですか。活動を保った仕掛けが解き明かされる、謎があるということじゃ。ああ、なるほど、うまく締めていただきました、ありがとうございます。そればかりもんすな、私は。いたしにくくなるじゃん。いやいやいや、そんなことないですよ。信長殿は、はい、頼むのは敵ですな。あれはよくない。さて、はい、そのままやれ。待って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 、4時まで待って。4時まで、じゃあ4時1分に、4時1分にスパッと行ってください。よろしくお願いします。さあ、ということでですね、皆さん今日一日盛りだくさんのお催しが用意されてますので、たくさんね食べ物とか飲み物とかね、それから、ここでステージで楽しむこといっぱいありますから、1日存分に楽しんでいただきたいと思います。 さあ、それで、景気づけにというかね、気合を入れていただきたいと思いますので、信長様、ぜひ、あれ、わかった、お願いいたします。わしは、時の声を上げてまいる、いざ出陣だと申したら、天高く拳を掲げ、大音を続く、危ないぞ、あんな態度、風よ、邪魔するぞ。お、平和の拳を掲げよ、侍忍者、出陣祭り、春の陣、いざ、出陣。 ありがとうございました。さあ、引き続きお楽しみください。ありがとうございます。